トランシーバーとは、無線電波の送信機能と受信機能を兼ね備えた、無線機、または、回路ブロックである。TRX と略される。送信機を表す英語トランスミッターと受信機を表す英語レシーバーとを合わせた造語である。一般的に、送信機と受信機は、回路に共通した部分が多いため、共用できる回路を共用し、一つの機器として作られたものである。なお、 送信機と受信機が一体になっていれば、据え置き型でもトランシーバーである。無線にあまり興味のない層には、携帯型のものだけがトランシーバーだ、とする思い込み、誤解が見られるが、語源からわかるように送信機と受信機を一体化したものがトランシーバーであり、据え置き型も、携帯型もトランシーバーである。それと、一般人向けに、送信機や、 受信機などという名称で販売されているものであっても、実は内部回路的には、送受信機である場合もある。いくつもの分類法がある。一つは、大きさ、形状、携帯して使用することを想定しているか、などによって、固定機、ポータブル機、ハンディ機などと分類できる。また、乗り物に取り付けて使用されるトランシーバーは、モービル機、航空無線機、 船舶無線機などと分類できる。電波形式によって分類できる場合もある。トランシーバーは電波形式によって分類することも可能な場合がある。なお業務用のトランシーバーの場合、発射できる周波数は1装置につき1つだけであることが多い。その結果、すっきりと分類できることが多い。アマチュア無線用のトランシーバーは多種類の電波形式をサポートした機種が多く。 多くの場合、すっきりと分類することは困難である。複数の分類に同時に属するということになる。複数の周波数を送受信できるトランシーバーでは、いくつかの方法で送受信の周波数を切り替えることができる。また、複数の周波数帯を切り替えて送受信することができるトランシーバーでは、周波数帯を切り替えるバンドスイッチが用意されている。メインダイヤルメインダイヤルは、 周波数を連続的に変更することができる。メインダイヤルを回すことにより、古くは、ベ法、最近は、PLL シンセサイザ方式により、可変周波数発信回路の周波数を操作する。SSB 方式では、周波数を数十ヘルツの精度で設定しないと良好な音声受信ができないため、微調整しやすいように体型のつまみが採用されることが多い。 超短波体以上の周波数を使用する業務用無線機にはメインダイヤルはついていない。BEX による方法。BEX は水晶発信回路に発信周波数を変更させるために可変容量コンデンサを接続した水晶発信機である。これにより本来周波数安定度が非常に高い水晶発信機でありながらわずかに周波数を可変することができるようになる。 周波数を可変できる範囲は狭いが、周波数安定度の高い別ホを製作するよりも、回路が簡単で、連続的に周波数を変更することができることから、アマチュア無線化がトランシーバーや送信機、受信機を製作するときに昔からよく用いられてきている。また、水補通信のトランシーバーにも採用されていた方式である。周波数を変化させるには、 可変容量コンデンサにつまみ、またはバーニアダイヤルをつけてメインダイヤルとして用いる。セレクタスイッチセレクタスイッチにより、送受信する周波数を飛び飛びの値に切り替えることができる。業務用無線機ではセレクタスイッチとは言わず、チャンネル切り替えスイッチという、FM で通信するアマチュア無線用トランシーバや CB 無線機などはこの方法である。セレクタスイッチにより、 PLL シンセサイザーの発信周波数を切り替える、あるいは発信回路の定数の異なる、水晶振動子や定数の異なるコイル、またはコンデンサを切り替えることにより、周波数を変える。PLL 方式の場合は、周波数設定を回転スイッチだけでなく、アップ、ダウンボタンや周波数の各桁ごとに設けたスイッチで、設定することもできる。推奨振動子の差し替えソケットに、 希望する送受信周波数を発信する推奨、振動子を差し替えることで周波数を変える。1960年代には 50MHz 帯以上で周波数が安定した米方を自作不可能なアマチュア無線化はやむなく推奨方式で固定送信周波数の運用を行っていた。クラリファイア通信中に相手局の周波数が変動した場合にそれに合わせて 磁極の周波数も変化させると正常な通信ができなくなる可能性がある。そのため、送信周波数はそのままで受信周波数のみを変化させる回路があり、クラリファイアと呼ばれる。ヤエスム線がこの故障を使用しているのに対し、ケムウッドとアイコムではリッドと故障。また、送信周波数に対して同様の作用をする回路はサイトと呼んでいる。 スプリット送信と受信で異なる周波数を用いる方式をスプリットと呼ぶ。アマチュア無線の場合は、一曲の C 級呼び出しに多数のツボネが応答する更新において、呼び出し側が受信する周波数の範囲を指定して識別をしやすくする場合、各国の法制度上電波を発射できる周波数帯が違う場合などに用いられる。送受信で異なる周波数帯を用いる更新は、 クロスバンドと呼び、双方向同時通話などに用いられる。業務無線において、送信と受信で異なる。周波数を用いる運用方式の場合は、最初からその仕組みが無線機にプリセットされているか、チャンネル切り替えスイッチと連動して切り替わるようになっており、運用者が細かく操作することはできない。PTT スイッチ一般的にトランシーバーは電話と異なり、 同時に送信か受信のどちらかしかできない単身式の通信方式を用いる。これを切り替えるのが PTT スイッチである。PTT スイッチを押すと送信、離すと受信に切り替わる。受信と送信が一体の無線機が登場する以前の送信機と受信機が別体の設備ではいくつものスイッチを操作して切り替える必要があったが、リレー一つで切り替えられるようになったのは、 大きな進歩であった。PTT スイッチを使わなくてもマイクから入力された音声を感知して自動的に送受信を切り替える機構ボックスと呼ぶ。電信において電源を ON にした時に送信、オフにした時に受信がされるよう瞬時に切り替える方式をフルブレークイン、電源のマークが途切れて数秒後に受信に切り替える方式をセミブレークインと呼ぶ。 フルブレイクインの方が瞬時に電波の状況を把握できるなどの長所があるが、大出力の送信機ほど機能の実装は難しくなる。パイロットコントロールドライティングは PTT スイッチを指定回数押すことでライトをコントロールする。トランシーブ動作トランシーバーではないが、送信機と受信機とが別々にある場合、送受信切り替えスイッチで、 送信動作と受信動作とが切り替えられるように両者をケーブルで接続し、送受信切り替えスイッチの信号を送信機と受信機とで共有し、あたかもトランシーバーのように動作させることがある。これをトランシーブ動作という。初歩的なトランシーブ動作では、通常連続可変の受信周波数と同じ周波数で、送信機が動作できるように、キャリブレーションという操作を行う必要がある。 これは次のような操作である。まず送受信切り替えスイッチで受信状態にし受信機のメインダイヤルで受信したい周波数に合わせる。次に送信機の周波数を受信機の周波数に合わせるために受信状態のまま送信機から微弱な電波を発射して送信機からの電波が受信機で聞こえるように送信機のメインダイヤルを回し送信機の周波数が受信機の周波数と 同じになるように調節する。送信機には、この微弱な電波を発射するためにキャリブレーションスイッチが備えられていることがある。この操作を行って初めて、あたかもトランシーバーのように、同一周波数で送信、受信ができるようになる。完全トランシーブ動作は、蒸気のキャリブレーション操作が不要になるように改良された機構である。これは、 通常連続可変の受信周波数と同じ周波数で送信機が動作できるよう送受信切り替えスイッチの信号だけでなく受信機の可変周波数発信機の出力信号もケーブルなどで送信機に供給することで実現されているノイズブランカー自動車の点火プラグ雷などから発生するパルス性のノイズを電気的に除去する機能であるノイズリミッターノイズブランカー同様 主に振幅変調で使われていたスケルチ無信号時のザーという耳障りな雑音を消去する機能、主に周波数変調で使われているスピーチプロセッサー振幅変調の送信では一般に音声信号の振幅の平均値が大きいほど了解度が増す。そのため音声信号の電圧の低い部分を増強することで振幅の平均値を増加させる回路を スピーチプロセッサー、スピーチコンプレッサー、またはマイクコンプレッサーと呼ぶ。これにより出力は増加するが、音質は逆に低下する。また可変調が発生しやすい。トランシーバーには、更新作業を容易にするためや、機能を拡張するために、外部の機器を接続することができる端子を備えているものがある。すべてのトランシーバーが、以下のような端子を備えているわけではないし、 外部機器を接続できる端子を全く持たないトランシーバーもある。トランシーバーが動作するための電力を供給するための端子。電池を内蔵できるトランシーバーにはない場合がある。アンテナを接続するための端子である。トランシーバーとアンテナは同軸ケーブルなどの給電線を用いて接続する。給電線の片方の端をトランシーバーのアンテナ端子に もう片方の端をアンテナに接続する。こうすることにより、トランシーバーから離れたところにあるアンテナを利用して、電波を送受信することができるようになる。このように接続するのは、一般的にアンテナは、屋根の上やタワーの上など高くて、見通しが良いところに設置する方が、より遠くまで電波を伝えたり、より遠くの電波を受けたりすることができるようになるからで、 ある。反撃など小型のトランシーバーを手に持って運用する場合は、給電線を用いずに、トランシーバーのアンテナ端子に、直接アンテナを接続して運用することも、一般的である。不平行型のアンテナを接続するときに大地に、設置するための端子。適切なヘッドホンをしっかりと装着して、受信音声を聞くと、無線機に内蔵されたスピーカーで聞くよりもはっきりと、聞こえ。 それ以外の周囲の騒音などが聞こえにくくなり、運用の助けになることがある。そのため、特に固定用のトランシーバーには、一般的にヘッドホンを接続するための端子を備えている。ヘッドホンを使用すると受信音声がはっきりと聞き取れるようになるだけでなく、運用者以外には受信音声が聞こえにくくなる。運用者以外の周囲のものにとって、 受信音声は迷惑な雑音であるという場合にも役に立つ。イヤホンを接続するための端子。ヘッドホン端子と機能的には大差はなく、違いはジャック系のみ。特にハンディキなどの小型のトランシーバーにはイヤホン端子が備わっているのが一般的である。ハンディキは野外で運用することも多く、周囲の騒音が非常にうるさい場合がある。その時に、 トランシーバーに内蔵のスピーカーで聞くよりもイヤホンを使用して聞いた方がはっきりと受信音声を聞き取ることができる。外部にスピーカーを接続するための端子。無線機に内蔵されたスピーカーの音質が好みに合わない、聞きづらいなどの時に外部に好みの音質のスピーカーをつなぐことができる。無線電信を運用するための電源を接続するための端子。 トランシーバー本体に電源が備わっていることは稀であり、通常はトランシーバーとは別に電源を用意して運用する。無線電話を運用するためのマイクロフォンを接続するための端子。無線用のマイクロフォンには大きく分けて、ハンドマイクと固定用マイクとがある。ハンドマイクはマイクロフォンそのものを手に持って口に近づけて話しかける。固定用マイクは机に置いたまま、 マイクロフォンに向かって話しかける。いずれのマイクロフォンも、ただ運用者の声を受けて、トランシーバーに送るだけの機能しか持たないというのは、稀で、少なくとも、PTT スイッチがついている。さらに高機能なマイクロフォンでは、トランシーバーの周波数を変更するなどの機能を持つ。このため、特に固定用のトランシーバーのマイク端子は、単純に、音声信号を入力するためだけではなく、 送受信切り替えのための端子や、その他トランシーバーを制御するために必要な端子を複数まとめ、複数の電極がある、リンコネクタなどをマイク端子としている。ハンディ力では通常トランシーバー本体にマイクロフォンが内蔵されているが、マイク端子を持ち、外部マイクロフォンが使用できるようになっているものもある。トランシーバーの送信電力を上げるためにリニアアンプを接続したり、 受信感度を上げるためにプリアンプを接続したい場合がある。これらの機器はトランシーバーが送信状態の時、または受信状態の時のみに空中線形に挿入されて働き、それ以外の時は空中線形から切り離される必要がある。トランシーバーの送信、受信とリニアアンプやプリアンプの送信、受信状態が一致しないと、 リニアアンプが役目を果たさなかったり、プリアンプがトランシーバーからの送信電力で破損したりする。このため、トランシーバーとこれらの機器は、送信、受信状態を守備よく連携して切り替える必要がある。このために、トランシーバーには、アクセサリー端子が用意されていることがある。アクセサリー端子は、トランシーバーが送信状態にあるか、受信状態にあるかを示す働きがある。 リニアアンプやプリアンプには、送受信切り替え端子が備わっていて、これをトランシーバーのアクセサリー端子に接続すると、アクセサリー端子が示した状態に合わせて、送信と受信等を切り替える。アクセサリー端子の送受信の示し方にはいくつかの種類がある。代表的には、送信、受信の状態を電圧の変化で示す方法、送信、 受信の変化を電気抵抗の変化で示す方法などがある。正常に送受信切り替えへの連携をするためには、この方式がトランシーバーとリニア,アンプやプリアンプで一致している必要がある。もし異なっている場合は適切な変換回路を使用する必要がある。主に固定機やポータブル機などのトランシーバーには、T、パケット通信。 PSK31 などのデータ通信が行えるように専用の端子を持つものがある。データ通信用の端子には適切な変換器を介してパソコン等に接続する。これらの通信は原理的にはマイク端子とスピーカー端子、それに PTT 端子があれば行うことができるが、データ通信用の端子を備えているトランシーバーの場合はそちらを使った方が、 周波数特性などの面で有利である。アマチュア無線用のトランシーバーでは、パーソナルコンピュータを使用して、トランシーバーの多くの機能を遠隔操作することができるようになっているものがあり、そのようなトランシーバーでは、そのための端子を備えている。この端子で制御できるのは機種にもよるが、送受信周波数や周波数帯、電波形式、送信、受信の切り替え、 複数ある別法の切り替え、DSP などのフィルタ類の定数、ノイズブランカーや受信アテネータの ON、オフ、送信電力の可変、受信部の高周波増幅機や低周波増幅機の利得の可変、などなど、そのトランシーバーに備わっている多くの機能に及ぶ、上述のデータ通信用の端子やアクセサリ端子を兼ねるものもある。トランシーバーは主樹の装置を付加して使用されることがある。 送信電力を大きくするための付加装置である。パワーアンプ、ブースターアンプ等とも呼ばれる。この電力増幅機は使用目的により大きく2種類に分かれる。入出力特性が直線的なものと非直線的なものである。入出力特性が直線的なものを特にリニアアンプという。CW や FM で運用する場合は入出力特性が 直線的でも非直線的でも構わないが、AM や SSB といった、深幅変調の場合は、直線的である、リニアアンプが必要となる。受信用の負荷装置であり、弱い受信信号を増幅する。トランシーバーに近いところに接続しても効果はあるが、アンテナ直下に接続した方が雑音が少なくなるより、効果的である。アンテナやトランシーバーに内蔵されることもある。 トランシーバーが直接送受信できない周波数で運用できるようにする付加装置である。例えば、430MHz 対用のトランシーバーで 5.6GHz 対の電波を送受信できるようになる。マイクロフォンの PTT スイッチを離したとき、つまり送信から受信に切り替わるときに、短い P という音を送信音声に追加してから受信に移る機器である。受信している。 無線局にとっては相手がいつ受信に切り替わったのか分かりやすくなる。元は NASA でアポロ11号とヒューストンの管制局との通信の際に導入されたもの。T で運用するための装置。無線でタイプライターを用いて文字を送受信するための装置で元々は機械式である。パソコンに T ソフトウェアを導入することで代用することができる。TNC は パケット無線を運用するための付加装置である。無線でファクシュミリを送受信するための付加装置である。パソコンにファックスソフトウェアを導入することで代用できる SSTV を運用するための付加装置である。具体的にはスロー、スキャンコンバーターという装置を指し映像をトランシーバーで扱える音声信号に変換したり受信した音声信号を テレビジョン映像に変換したりする機器である。一つの画像を伝えるには、周波数や受信感度にもよるが、十数秒から数分を要する。テレビカメラに、図、画像、自分の姿や、大盤の紙に文字を書いたものを写して通信する。多数のメモリ IC を用いた、高価な専用コンバーターが必要だったが、現在ではパソコンに SSTV ソフトウェアを導入することで代用できる。 ありがとうございます。